では次にこちらの赤バラをアレンジメントに挿していきます。はい、こちらが赤バラが入れ終わりました。では次にこのねパーティーラナンキュラ、これもバラですね、こちらを入れていきましょう。こう数種類のねバラがこう入ってくるとアレンジメントが可愛くなったり楽しくなったりしますね。また豪華になります。でまあ、よくこうバラをねマス使いでガーッと固めて使うパターンもよく見かけるんですが、結構ねこう品質のいいバラっていうのはこう長いね、品質のいいバラは、ああいう使い方をするともったいない場合が多いですね。こう一輪一輪をしっかり見せてお花を主張させてあげましょう。割とこうガッとまとめてね言っちゃうデザイナーさん多いんですけれども、まあ、ああいうまあ方法ももちろんね、ああいう生け方の方法もあるんですが、こういうねきちんと一つ一つを見極めていけるということもね、覚えていた方がいいと思います。はい、こちらでパーティーラナンキュラが入れ終わりました。では次にこちらのピンクのねバラを入れていきます。こちらは少し今のバラよりも低めぐらいに入れていきましょう。はい、こちらでピンクバラが入れ終わりました。引き続き今度はこのねトルコヒヒョウを入れていきましょう。トルコヒヒョウはバラよりもイメージが少し柔らかくなります。こうトルコヒヒョウってねこう入れていくとものすごくこうイメージが柔らかくなっていくのが分かりますかね。はい、こちらでトルコヒヒョウが入れ終わりました。そして最後にこの桔梗蘭で流れをねアレンジメントにつけていきます。 N フラワーデザインスクール N スタイルのアクセントラインですね。じゃあアクセントラインを入れていきましょう。刃物は十分こう癖をつけてからでラインをきちんと決めてから刺していきましょう。
はい、こちらで完成となります。ではちょっと寄ってみてみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構ね、ユリとかバラとかカラーとか、こういう花材がこうたくさん入ってくるとすごくゴージャスっていうか豪華になりますね。そうですね、こういうアレンジメント、まあ、贈り物としてもよく喜ばれるでしょうし、またね、こうご自分でこう作って、まあ、友達とか呼ぶ時にはこんなゴージャスっていう感じじゃなくて、もうちょっとカジュアルな感じでもいいかもしれませんが、誰でしょうね。あ、やっぱり恋人とか、あと恩師とか、なんかそういう大事な人をね、こうをこうお家に呼ぶ時とかなんかにはこうゴージャスなものを飾っていてもいいと思います。素敵だと思います。ではですね、また次回こういう素敵な、また違った形だと思いますが、アレンジメントを紹介したいと思います。では今日はこちらのゴージャスなアレンジメント、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time.